こんばんは、竹下敦です、今回はね、1オクターブ1オクターブとは何ぞやと、これについて一緒に学んでいきましょう。1オクターブとは、ある音を基準にして周波数が2倍になる音、これを1オクターブ上の音、高い音と定めました。これはですね、真ん中のドより五音上、ドレミファソーラのラの音を440Hz と定めた場合に880Hz となる音、次のラのラですね、これを 880Hz とするとちょうど整数で割り切れるわけです。440の倍の音が880、これは単純明快で分かりやすいでしょ。ドレミファソラシドって言われて何が基準？明快に分かりやすく周波数です。周波数でラの音を440、よくあるチューナーでいう A の音ですね、 Z で AF ゲアハーツでの A の音を440と定めた場合、この間を12で割ったものが1オクターブになります。なんとなく分かりにくかった1オクターブが急に短いになったでしょう。私もね、これきちっと学ぶまでは1オクターブって分かりにくい単位だなと思ったんですよ。でも1オクターブを学んでから急にね、音楽が身近になってました。なんだ、簡単なことじゃないか。ラの音から整数で倍にしたも数字、880Hz が次のラだって考えた時に、なんだ、整数で倍にしていけばいいのか。逆を言うならばルート2ですよね。これは説明もしやすいし理解しやすいし、それ以上のことを学ぶ必要がない。ルート2で済んじゃうんですから。これはある意味すごく分かりやすいなと思いまして、協力にあたってはね、西田さん、なるほど、 1.2 いくつって説明するよりもルート2の方は数学をね学んだ方に分かりやすいんで、分かりやすい言葉で説明した方がいいですよね。